暑いわ。そろそろクーラー入れなあかんね。今息子のご飯をね作りながら、お茶ね、なんだっけ、なんとかっていうね、うちのおじにもらった健康茶沸かしながらね、おじに連れてってもらって買ったトウモロコシちょっと炒めて、残り物のカレーね、息子のお昼ご飯チンして、今ご飯もチンしてんですけどね、コンロ火がつかなくなってしまった。またトラブル発生ですよ。業者に電話せなあかん。これ2回目入居してね、これまだ2年目ですよ。立ってから2年目で私が一番最初に入ってて、私が初めて使うのにもう2回目、1回目ここの中ね、ここばっかり使ってんの今でね、自分に近いでしょここが。でもう常にねこう炎に温められとって熱せられとってめっちゃ暑いんですよ。もう YouTube 撮るのにね、窓も閉めとかなあかんし、クーラーそろそろね入れなあかん。もうやることいっぱいあるわ。で車屋もね今電話がありました。次ね買うときは必ずうちで買ってくださいみたいなこと言われましたけど、そうしてあげると思いますけど、書類の整理まだまだ終わっておりません。向こうには控えておりますよ。暗がりの中にあの母の荷物たちが控えておりますよ。まだ何にも仕事ははかどってませんよ。昨日ね動画であのルームツアーあげたんですけど、あのすごい整ってる、片付いてるっつって、で、あの撮影前にさては片付けたなみたいなね、あのコメントありましたけど毎日ねリセットするんですよ。寒がりやからめっちゃかぶったり着たりするんで、この布団の上これぐっちゃぐちゃになるの、これ毎日でしょ。これを片付けるじゃないですか。でこの辺洗濯ね干さってるやつをクローゼットに直したり畳んだりするんですけど、これを片付けるでしょ。でこれは今書類整理してる途中じゃないですか。であっちはもう整えてあるんですよ。日々ねあの片付けて整えていきますので、ぐちゃーっとなってたお屋敷みたいな状態のやつを撮影のためにこういう風にしたっていう、わかった電子レンジ待ってこういう風にしたわけじゃないんですね。同じ種類のものは同じ場所にっていう風にすると、ものがいっぱいあってこんな風になってても、あのいざ例えばうちの母が枕持ってきてとかね、靴下持ってきてって言ってもね、はいはいはい、はい、靴下ねこの辺にあるよみたいな、この辺下着やからねみたいな、靴下この間持っていたからもうないけど、そうタオル持ってきてって言ったらここみたいな、枕持ってきてって言ったらここ、それから食器減りましたねって言うてる人いたんですけど、ここだけじゃなくて、実はねこの母のこの布団とかの下の段全部食器です。だからこのテーブルがねちょっとたわんでるっていうの、日本語合ってる、ここちょっとカーブしてるの分かります。でこれね、あの9000いくらの安物のテーブルじゃないですか、アウトドア用の組み立て式の。だから足が多分弱いからバシャーンと行くんじゃないかと思って怖くて、それもあってここね、あの突っかえてはいませんけど、バーンって来た時にちょっとでもダメージが防げるかなと思って、ここに高めのやつを置いたりとかして、でまあ2段ベッド式方式2段ベッド式方式、あれ2回言うてるなにしてるんですけど、はい。だから食器ね、そう、その時私自分で使ってるのもありますのでって言ったんですけど、そうやと、このテーブルの上に乗ってるんやわと思って、それをね説明しとかなあかんなと思って、まあ、常に日々片付けていってる、そのリセットするものっていうのがあって、朝起きた時はすごいとっちらかってますよっていうことと、それを毎日整えて、昨日あのお見せしたルームツアーみたいな状態には毎日なってるっていうことと、家に持ち込んできたたくさんの荷物は同じ種類のものは同じ場所にで置いておくと、あの日常の、はい、分かってるからちょっと待って、普段の家の中もなおさらそっちをそうすべきなんですけども、あ、そうすべきっていうか私のやり方はですよ。あの皆さんいろんなやり方がありますし、プロの方は多分そんな風におっしゃらないと思うんですけど、私はそういう風にしてたらあの生活しやすいので、そういう風にしてるっていう話を、まあ、ご紹介させてもらってるっていうだけなんでね、ご参考になさってください。使うものは使う場所にっていう方が一般的ですし、そういう風にしてるやつも私ももちろんありますよ。スマホのガジェット類、こことか、こことか、使う場所に置いてたりしますよ。だから分散してはいますけど、基本的には一箇所にまとめるっていう風にしてます。まあ、ということでね、あの、ガスレンジの修理を読んだりとか、まあ、車屋は片付きましたので、あとは、あの、夫と息子にどう打ち明けるかっていう、そういう問題がありますね。多分、私メンタルやられると思うんですけど、まあ、うまいこと話持っていきたいと思います。だっていらんもんね、車。どう考えたってやっぱいらん。昨日も考えてたけど、やっぱいらんと思う。そんな状態です。今日も頑張って参りたいと
思います。もうなんなん、もうほんまに振り回してくれるのこれ。電池をね変えてみたんですけど、それでもここつかなかったんですよ。んでこっちしかつかへん、あそこはまだ試してない、この下はまだかろうじてつくわと思って、ここをメインで使うから、つかへんかったら困るしと思って何回も確かめてね、つかなかったんですよ。それがね、今もう一回確認しようと思ってつけたらほらつくんですよ。なんなんもうお前は、なんやねんお前は、ほんまに。ちょっとね、まあ、反応が悪いのは確かですね。はい、もうちょっと様子見たいと思います。でこの辺なんかもリセット前はこんな感じですよ。私食器洗浄機もないし、食器棚もないから、洗ったものをこの辺に乾かして、でこっちでも乾かして、でなんか反応してるな。またお前が反応してるのか、本当にもう読み取ってるのか。そして普段全然反応せえへんくせに、これをね片付けるんです。日々毎日絶対とっちらかる。私片付けは一生ものやと思ってて、で私自身が片付け変態だから、この毎日リセットするのはめっちゃ好きだし、運動になってると思います。もうあっち行ったりこっち行ったり動き回ったりしててね、ほぼ一日中立ちっぱなしやし、はい。で最近 BTS にハマっててね、 BTS 見ながら踊りながら洗濯物畳んだりねしてるので、それ運動になってると思いますよ。汚っ。これ昨日息子が残したカレー、それをねご飯チンしたやつにぶっこんでやりたいと思いますほらもうパラパラっと、これパセリね、こういうのをパーッと振りかけとけばなんとなくそれっぽくなりますよね。はい、これが息子の朝昼兼用のご飯です。もうさっさと取り掛かるよ仕事に。昨日も言いましたけどね、やっぱりこういうね家事に時間を取られてると、実家の片付け的なね大きな業務を果たせないので、はい、もうこういうのはちゃちゃっと済ましたいと思います。息子できたぞ。ここが食事を置く場所です。配給場所です。これね確認したらちゃんとあるんだよな、残量が。振り切ってるもん。もうでもここへ引っ越してきて1年間電池変えてないとは思うんだけど、変え時なのかなと思ったら、まあ、新しい電池下ろしちゃって向こう入れたもんな。どうしよう。まあまあいいか。もうこんなことにこだわって時間取られてる場合じゃないから。これはまた懐中電灯ね、つくかどうかチェックして、入れ替えとこうか。被災、防災、そういう対策もしとかなあかんね。息子の部屋の懐中電灯チェックしたいけど、息子がいない時にしましょう。今いるからね、息子が。もうさっきから揉めてる。もう振り回されんの嫌やから。ノータッチ、ノータッチ。と早く大学始まってくれ。ここへ入れとこ。とりあえずここへ入れときます。電池の残量がなくなった分は処分する。期限が切れてるやつも処分する。これもまた後で整理していきましょう。とりあえず書類のねこの辺のお片付けしていきたいと思います。今俺さカード使えへんから、あーごめん。なんでよ、なんで私のせいなのか。なんかいっぱいあんねんけど、これやな、これこれちゃうな。とりあえずちょっとこれをカートに入れとこう。ちょっと楽天を見なんか。登録できんかった。まだやん、これから。これ、お手帳だ。分かってる。忙しいねんだよ、お母さん。これ何、今すぐご予約くださいなんて。予約？だって明日やもん。それで予約しといて。頼むわって、あんたいつもそんなにしてパッてやってさ、すぐ行ってしまうけど、自分のことやろ。いや、俺もカード使えてたら自分でやってる。うん、でお釣りなんぼ。お釣り400円ちょうだい。400円なんやろ今すでに。今もう渡すとこはまだわからないから、その時その時でやっとかないとまだわからないのかな。カードまだやって言ってんのに、なんで今のどこにお母さんあれ登録する時間があったのよ。あんたのあれを注文しただけやないの。せっかくやねん、あんたほんまに。ねえ、やめてんな。1、2、3、400円、400円なんぼよ、あるで。30円。息子の漫画買わされた。まあお金はもらいましたけどね。なぜか私がお釣りを多めに渡すというわけのわからん事態に陥ってますけども、優しいお母さんではないよ。揉めるめんどくさいんで。ついでにね、楽天モバイルでゲットした2万5000ポイントを息子に使われる前に大悟師匠の飲むシリカを買ってね、もう消化しときたいと思います。期間限定ポイントね、なくならないように買っておきたいと思います。でその前に楽天でキャンペーンみたいなの全部申し込んどかなかったね。ほんま
今楽天ってさ、いちいちエントリーとかせなあかんし、めんどくさいよな。まあどこもそうなのかな。何でもゲットしとこう。全部ゲットしとこう。すべてゲットしとこう。全部キャンペーン応募しとこう。わけもわからずやっているというね、状態ですけど、なんか引っかかって安くなったらいいな。もう父の日か、おじになんかしようか。もうでも、金品が一番やね。お礼するときは。今までもいろんな贈り物してね、気に入ってもらったり喜んでもらったりってあんまりしたことないから、だいたいもう最近はね、相手に聞くようにしてます。何が欲しいかとか、送ってもいいかどうかっていうのはね、基本的にはもうね、気心を知れてる人にはもうお金でお礼します。うちはもう息子のねプレゼントなんかももうお金ですよ。子供の時からね、スマホで買った方が確かポイント良かったん違ったっけ。ほら、アプリで、楽天のアプリ入ってる、楽天ショッピング、楽天市場のショップのアプリ開いてさ、お母さんこれカートに入れとくから、そっちであのポイントで購入っていう風にしてくれへん。ペットボトル2リットルのこれ、これでしょ、これクーポン獲得って出てたぞ今。初めてお買い物1000円風、おいいじゃん。2万5000円ってどんだけ買えば2万5000円になるわけ。2000円ポイント入ってくるやん。5箱買って2万7500円なんやけど、店に2万も使うわけ。5箱買うんだよ。ほんでほら、普段安いお水と併用していくから、こればっかり飲んどったらそらもう破産するから、まあ、健康のために、まあ気休めやな。なんぼポイント入るって書いてる。2062円こっちやったら1925円ね。2000なんて2062、ほとんど変わらへんな。まあそれでやって、2000ポイント俺が使う。そしたらこれを買ってくれる。あ、足らんか。足らんから買えない。2000ぐらい足り、だって2万5000で俺残高40円ぐらいしかないから。まあとりあえず4箱え、だって今ポイントが2万5000なんぼしかないもんな。だから俺のデビットカードで購入はできん。いや、デビットカードでっていうか、これはポイントでやから、それでやってみてよ。じゃあ4箱にするから。え、残足りひん分。違うやん、だからポイントがあるやろ。2万5000ポイント今。うん、そしたら4箱にしたら2万2000円やない。ああ、4箱にした。そう、あんまり物分かりが悪いな。4箱にしとって言ってなかったくない話の流れでは。カード入会、あの購入手助けでいいの。ん、なんてカード入会間違ってあれ信用しや。ポイント払いよ。なんか指でもいったん。あんたまたケースカバー外してたろ。じゃあ、土産の中いくらになるってこと。2万5000円のポイントやん。1000ポイントの割引が入って、2万2000円が2万1000円になって、でそれで獲得したポイントなんぼって。2万の4400。いや、それはあんたの元々のポイントがあるやんか。だから今入ったポイント、獲得したポイントって書いてあるやろ。獲得予定ポイント、ご注文の範囲には10分前後かかります。さっき出とってやん、もう消えてしまったんや。1540何歩ポイントみたいな感じ。もう頼んないな。まあいいか、もう時間かかるだけや。もしもし、こんにちは。電話出るの早いね。お疲れ様です。すいません、忙しいですか今。行けます。あ、そうかそうか。あ、やっぱり。あ、よかったよかった。あのね、車屋さん電話ありました。大丈夫な方向に行けると思いますみたいな話やったけど、息子さんが免許取って車買うっていうことになったら、うちで買ってくれるようにっていうのはちゃんと言っとけよっていう風に言われましたんで、とか言って念押されたわ。ね、ほんで夫はさ、ね、乗るのまだまだ先やし、自分が欲しい車将来的に買いたいって言ってるから、それやったらその時買えばいいやんね。ああ、分かった。まあ、あの免許取りに行く兆しもないからあれやけど、まあその時はまたお願いします。はい、すんません。うんうん、もう暑いからちょっとね、熱中症も気をつけな。外出てへんから分からんけど、でも日差しがすごいなと思って。ほんと散歩とか気をつけて。はい、ほな、あの行けるようやったら。はい、何も何にも前の分は入ってると思うけど、私も出かけてないから記帳してなくてさ、見に行ってみるわ。はい、わかりました。はいはい、ありがとうございました。
はい、じゃあまたお電話お待ちしてます。はいはい、ということです車の件は無事終了しましたね。これで母を扶養に入れるっていう件でお世話になっとったんですけど、それがどうなったんやっていう話で、税務署からも連絡がないし、機長も行ってないってことで、それがわからないので、それの確認も行かなくちゃやね。明日は、針治療と漢方の処方で病院に行くことになってるので、母の病院のお支払いと銀行とか郵便局とか機長しにいろいろ回っていろんな確認をして、買い物とかねしなきゃいけないものもいっぱいあると思うし、外に出て行ってやらなきゃいけないこともいっぱいある。楽天モバイルとかワイモバイルのこともまだちゃんと終わってないから、それも店舗に行かなあかんかもしれへんから、それも今からちょっと書類に目を通して予約するならしてっていう感じで、あそこの片付けには全然たどり着かないんですけどね。あの一応部屋のリセットは一通り終わりましたね。あの布団こんな風に干して、向こう側しか火当たってませんけどね、洗濯物ぐちゃぐちゃっとなってますけども、あれをやり始めたら本当に何もできないので、今やってる途中の書類はあのそのまんまですけども、一通り私の思うゴールまで、今日たどり着きましたって言っても、だいたいこれが3時半ですね、そのぐらいの時間になってしまうんですね。早くてもここからが頑張りタイム。今日も荷物片付けいかへんやろな。でもあの眠ってるメルカリの出しっぱなしの商品、それの値下げぐらいは今日はやりたいと思っております。少しずつね、毎日ちょっとずつ進歩させていこうかなと思っております。自分の周りのこと、自分のこと、家族のこと、全てを整えるっていうことをねテーマに頑張っていきたいと思います。いろいろ整ってくるとね、心も整うので、あのメンタルが整うと元気になりますので、人生楽しんでいるにつながると思います。はい、頑張っていきたいと思います。はい、では今から新しく新調したパソコンの方でいろいろ業務をやっていきたいと思います。まずは、息子の楽天モバイルの契約なんですけれども、店頭でした、お金と違う料金の書類が届いてまして、あ、何もう忙しいな、もうなんか来ましたわ。そう、それの問い合わせをします。今から宅急便かな、出てきますわ。はい、すごいびっくりした。私が行ってる間にアマゾン取ってこよう。いや、アマゾンじゃなかったわ、お友達から来てるわ。なんだろう、何タイムアウトします。なんで、見とかなあかんねん、ほっといたらタイムアウトしそうな。待たされてんだけど今問い合わせを。何海苔だって。海苔美味しそうだよ、こんなん見るの初めてだ。これもうちの息子海苔好きやからありがたい。あとこれ何、ちょっとお腹空いてんのに。いや食べたい。花ボールだって、焼き菓子。いや嬉しいわ。お手紙まで入ってる、送りつけます物が増えないようにほんのちょっとだけで、ありがとうございます。佐賀の海苔紅白、めでたいな。なんか縁起が良さそうだ。酒のつまみにしてもいいよね。気使っていただいて、ミニマリストやっていうことで、ちょこっとだけ消え物でってことでね。花ボーロっていうんだって、おしゃれ、立派なお菓子、ありがとうございます。これあの父にまずお供えして、食後のデザートにしようかな。それか夕飯までにお腹が空いたらもうちょっとしたら食べようかしら。ていうか今食べたいな。父にお供えして1個だけ私食べようかな。待てど暮らせど返事が来ない楽天モバイル。もうねイライラしてきたから食べちゃう。美味しそうよ、なんかすごいね素朴な感じ、絶対うまいやつ。イライラをこれで沈めようと思うように進まへんわ、事務的処理がね。いただきます。佐賀県の味、初の試み、行ったこともないし、あーいい匂い、昔懐かしい匂いがしてる。ボーロっていうぐらいやから、あの卵ボールじゃないけど、ああいうなんかカステラみたいな甘い匂いがするわ。あーいい匂い、匂いを嗅いで、いい匂い。うん、めっちゃ素朴や。中にあんずのジャム、うん、素朴うま。あーいいね、これ凍らしてもいいかもな。半分凍らして食べよう。いっぺんに食べたらコレステロールやばいから
息子のヨーグルトにトッピングもしたの。しかし楽天モバイル遅いな、問い合わせ。他のことできひんやん。あー美味しかった。もしあないな。タイムアウトしますっていう画面が出てくるんですよ。それを見落としたら、問い合わせのこれ、履歴が消えちゃいそうやから、ややこしいからね。一回で済ませたいと思います。パソコンにかじりついてなか。これの間に、あ、来た。YouTube のコメントの返信でもしようと思ったら来たぞ。確認のため、そちらの書類の画像を撮影いただき、ご送付いただくことは可能でしょうか、だって。だってスマホは、夫のとこにあるのにな。Google フォトに取り込んでパソコンにダウンロードしてやるか。そういう時に Google 便利やわ。スマホは iPhone 派やけど、アプリは Google 派。ちょっとやってみますね。下回らへん。よいしょ。明日不燃物のゴミの日だって。地味に荷物減らすか。これバーンと割ったら顔にぶち当たりそうやな。割れ物ばっかり、食器割ってしまったやつとか、通販で買ったらついてきたボールペンとか、これ母の食器なんやけど、もう母も食器なんか使わへんやろうし、使い捨てのやつとか、あのプラのやつしか使わへんやろうから、もう捨てます。100均で買ったやつやね、これ。覚えてるわ、父もおったような気がするけど。あ、これタチキチって書いてあるな。これなんかセットでいくらかで売れるやろか。これダイソーだよ。でも綺麗よこれ。だってほらセットで可愛くない？なんか500円とかで売れるかな。これタチキチって書いてあるもん。売ってみるか。今のパソコンでさ、楽天の問い合わせしてんだけど、あっちも注意しとかなあかんし、もう忙しいほんま。あっちもこっちもマルチタップで。そしたらこっちにちっちゃいビニール入れておくかな。いつもなんかね、ゴミおじに捨ててもらったりしとったから、めったにマンションで捨てることないからね。捨て方がちょっといまいち分からへんねんけど、学生さん住んでるマンションやし、みんなむちゃくちゃやしね。それでもなんかイケてる感じやから、多分置いていかれるってことはないと思うんやけど、後で運動のために階段を上り下りしよう。これでそれにしても出るな、これ。出てますな。無理無理すぎる、これ。出っ張ってるもんな。大きいのにするか、気つけないで。はい、これを大きいのに入れて捨てたいと思います。なんだかな、本当に。このセッションがタイムアウトしますっていうやつがしょっちゅう出てくるんやけど、パソコンから離れられへんやん、もうほんまに。これ待ってる間にさらに書類の整理を進めていこう。洗濯物ももうカラッカラやね。これ畳出したりしたらもう何にもできへんから、はい、書類の整理に入っていきたいと思います。これあのレシートのね、整理をしていこうと思ってるんですけど、母を扶養に入れたので母にかかったお金とかそういうのちょっと分けとこうと思って、で息子のね、なんか大学関係のお金、なんか息子が払って払ってないとか言ってまたややこしい揉めたりするから、それからカードでね、引き落としになってるやつとかも全然チェックしてないんですよ、ここ何年と。ついでにチェックして、ほんでもうチェックしたやつは捨てていくようにしようかな。カードの明細をプリントアウトしてそれをチェックしてって思ったんやけど、そのプリントアウトするのがめんどくさいから、ほんで現金で買ったやつはもういらない。私家計簿つけない人やから、現金で買ったやつは内容だけチェックして保証書として置いとくやつは置いとくし、これ息子が買った弁当なんかのやつなんやけど、こういうのはいらないからもう捨てていきましょうか。もう大変、母の分もいっぱいあるから、もう大変。今ね、クレジットカードの明細書をね、スクショして、スクショよ。そこにマーカーでね、チェックしていってるんですよ。プリントアウトをしなくても、それで、明細チェックすることはできるなと思って。ペイペイってさ、確認しなくてもいいよね。そこまでやってたらほんま大変なんですけど。もうほんまキャッシュレスとかほんと、めんどくさいよ。お金の管理するの。そっちの方が便利って言う人いるけど、いやいや、めんどくさいと思う、私。まあ、私たち世代以上の人みんなそうちゃいます？家計簿アプリに入れられるからとかね、履歴全部残りからとか言うけど、だけどこれを使ったものがちゃんと引き落とされてるかとか、確認したり、見比べたりとか、こうチェックするのとかも、こう探すのが煩雑やし、いや、ペーパーの方がええわ。そしてその紙ももうどんどん処分していくっていうね、確認したやつは処分していく。手元に残ってるものは、確認が必要やっていう証拠っていう感じ。そういう感じが私はいいな。なかなかこう文明の力についていけないリアルです。頑張ってついていきたいとこなんやけど、やっぱり我流は抜け出せへんね。
はい、ペイペイはまあ一応ペイペイで引き落としがされているかっていうのだけチェックしたら捨てていこうと思います。スクショしてチェックしてっていうのはね、クレジットカードだけにしたいと思います。これはあの皆さんにご紹介したお菓子ですよ。これおにぎりせんべいわさびとか、そうウグイスボールとかね、懐かしいな。はい、問い合わせをね今日したのは3時49分、今すでに5時6分ですよ。どんだけ時間かかんねん、いつまで待ってばいいのですかっていうのに返信もない、もう知らんもん。今度は旦那 LINE とか送っても一個も返事が来えへんから、楽天モバイルで会社の携帯だけやったら俺ダメだからさとか言って買わされたんやけど、結局使ってないんやろって言ったら、家で Wi-Fi 繋がないと使えないって。もうそんなことあるわけないやん、もう本当にもうと使えねえわ、あかん。このね楽天の問い合わせがね突然ブツッと切れて、なんやらねうちの夫がね楽天のその携帯をねいじくってしまったみたいでブチ切れたんですよ。あ、またこれタイムアウトしますになってる。でもう一回つなぎ直したんですけど、いくら催促しても全然うんともすんとも言わないんですよ。腹立つな、ほんまに。ほんでね、なんかスケジュールがめっちゃめちゃ埋まってきました。もう片付けができない、どうしよう、皆さんめっちゃ忙しいんですけど。 Y モバイルもね明日ハリと漢方行くから、そのついでに行こうと思ったら明日定休日なんですよ Y モバイル。もうそういうの当たるんですよ、外れ引くっていうか、また二度手間じゃないけど、いっぺんにね出て行った時に用事済ませてしまいたいんですけど、母のね歯医者の支払いもねできてないのがあるんだって。それ前の施設のとこから払ってもらってない、前の施設にお金預けてあるはずなんやけどな、それ残ってないんかな、それ電話して聞いてみるか。なんか喋るのも嫌やしな。んでこのネイルもね、これもう限界なんですよ。なんかね前回よりも剥がれが早くなってて、もうそろそろ限界なんで、これもね行かなあかんでしょ。で、おじが土曜日なんかどっか行くって言ってるから、それも行かなあかんでしょ?で、日曜日まで予定ぎっしりやん。次の週はガラ空きやけども、どうなることやらですよ。まあ、とにかくやるしかない。頑張るわ。あ、結局今何時よ ?6時50分やで。結局返事来なかったんですけど。お時間取らせて申し訳ございませんとか。お返事いりません。少々お待ちください。ふざけんなよ。ほんまに楽天モバイル、ほんま。腹立つわ。何にもいけへんかったやん今日。レシートも整理その中途半端やし、ご飯作らなもう夜や、たまいたりしさ。もう楽天もやめたろ。無料の期間終わったらもうやめる。あ、ほんま腹立つ楽天。もう焦げてしまってんじゃん、鳥が。消費税の分が違っただけでしたって、それに回答するのに5時間ぐらいかかってんだけど。私の1日返してよ。ものすごい対応悪いんやけど、謝りもせえへんねんけど。で、クレームあげようにもさ、受け付ける場所がないんですけど。そう、無料やからね、立場弱いよね。向こうも高飛車ない、無料やからと思って。もうこの間もな、その、契約に行った時に楽天モバイルでめちゃめちゃ怒ったはず人がいて、なるほどなって今思ったわ。まあ、やっぱり安いのは安いなりの、あれやね。だからみんながやっぱりドコモとかでね、ベラボンに高い携帯料金払ってるっていうのは、やっぱりそういう対応がいいんやろね、きっと。保証がないんですけど、違うとこにあったわ、違うとこに。これもう私の調味料ボックスなんやけど、ここじゃなくて別のとこに入っとったわ。同じ種類のものはお存じ場所にしといて。私や、私が悪いんや。はい、裏も塩コショウしとこう。で、また旦那の楽天モバイルのこれ問い合わせしてんだけど、旦那自身はもう携帯使えないって言うて、使ってないっていう状態だよね。まあ Wi-Fi つなげて YouTube 見てるみたいやから、まあそれだけでもええんやろうけど、契約切ったらええねそれやったらね。もう腹立つ。もう、あ、もうすごい曇ってる。漢方を煎じながら夕飯作っておりますが、腹立つわーって言いながらやっております。お肉触るの嫌なんで、あの包丁とかまな板もね洗うの嫌なんで、この塊で周りをローストビーフのように焼いてね、その後これ中に火が通ったらハサミで切っていくんです。牛肉も豚肉も鶏肉も全部、ひき肉とかも絶対買わない。切り落としは買いますけどね、塊でもし買った場合はこうやってやります。なのでお肉を手で触ることもないですし、まあ、魚もそうですけどね、魚も切り身しか買いませんし、お肉も
塊でもし買ってもこうやってやりますよ。見た目悪いんでね、口うるさいお姑さんがいらっしゃったりとか、グルメな旦那さんがいらっしゃったりとか、文句言いの奥さんがいらっしゃったりとか自分の美的センス的に問題があったりとか、大体の方が嫌でしょうけども、ものすごいズボラでもう料理絶対したくないみたいな、で家の人ももうご飯なんか別に何でもいいみたいなね、そんな家庭はほぼないと思いますけども、そういう家庭の場合はこれおすすめしますよ。どんなお肉も塊のままダーンと入れて、あとはハサミでチョキチョキですよ。超楽、洗い物もなし、手も汚れない、洗い物なしじゃないな、赤身を切ることもないでしょ、だから包丁とまな板の殺菌とかもしなくて済むし、めっちゃいい、めっちゃ便利。はい、今日はもうなんやわからん、冷蔵庫にあるもんを炒めるだけっていうご飯ですよ、いつもね。鶏肉と長芋とピーマンとあとタコ、トマト缶があったらトマトにしたら美味しかったんやろうけど、今日はないから、これまだ塩コショウとニンニクしかしてないけど、あとはもう焼肉のタレかな。味噌炒めでもいいな、味噌といで入れたろう、あ、味噌合うかもな、もういつもそんな感覚でやってます。これ一応オリーブオイルで炒めてるんですけど、炒め物は全部オリーブオイルでねやってて、エグレヒオにょりっと出てきましたけど、エグレヒオで炒めて、はい、このお酒ね、金黒、これをお肉にかけて炒めまして、これにちょっと味噌溶いたやつでもパーッとかけていただきたいと思います。お味噌とゆず茶、これをこの焼酎で溶いて入れたいと思います。即席自家製ゆず味噌ですよ、今思いつきました。ちょこっとにしとこう、隠し味程度に塩コショウもいっぱい効いてると思うからね。これゆず茶はね、冷凍庫に入ってましたよ。シャーベットみたいになってるよ、多分このまま食べても美味しいはず。これ私はあのゆず茶にしないでトーストにね塗って食べたり、あのトーストの上にこのゆず茶とチョコレートを乗せて、なんかオレンジチョコレートみたいな感じで食べたりしてましたけどね。こんなもんでいいか、あんまり入れて変な味になっても息子が残す、それは困る、残されたら私が全部食べなあかんなってしまうから。これに焼酎をぶっこんで、いいよ、はい、これちょっと味見してみましょう。これこんな感じ、あ、いっぱい入れすぎた口に、あ、焼酎が効いてる、濃い、あ、全然甘くないわ、いけるいける、これでも全部入れたらあれかな、なんか水分なくなってんだけど、これ水分がないな、ちょっとお酒入れといたろう。最初油入れてなかったから焦げついとるな、グロいよ今日も、グロご飯焦げております。山芋もみんな焦げてます、あ、山芋が焦げてる、そっか、山芋が焦げやすいんだ、もたもた喋っとったら焦げてしまった、でもこのぐらいの焦げ美味しいかも、あ、卵ももぐるいんだよな、卵で閉じちゃおうかな、いり卵みたいにしたら、弱火でじっくり、ボウルとかにね割り入れて混ぜたりしてたら洗い物増えるでしょ、だからもうフライパンで直にやっちゃうんですよ、オムレツじゃないけど下にも染み渡らせよ、寄せて寄せて、卵使い切りレシピ、グログロでしょ、上にのっける、のっける、のっける、はい、これで下で卵が固まるでしょう、この下でね、でひっくり返したらこんな風になりますよ、オムレツみたいになるでしょ、ちょっと見栄え良くなるじゃないですか。でここに焼肉のタレ、適当になる、ケチャップとかでもいいんですけどね、ケチャップがいいかもしれんね、あ、でも味噌やからな、焼肉のタレの方がいいかな、ちょこっとこういう風にしとけばちょっと見栄え良くなるでしょ、この上にパラパラっとのしとけばちょっとそれっぽくなりましたでしょ、あり合わせでなんとかなりました。もう家事は手抜きでいきたいと思います。今味見しましたけど、まあそれなりに美味しいですよ、タコがねコリコリして美味しい、お味噌も効いてるし、焼肉のタレとお味噌が合うわ。私は白飯なし、これもうちょっとおかわりして夕飯は終わりです、食べながらすみません、はい、息子飯ドーン、いただいた海苔開けてみようか、海苔をちょっと納豆の上にかけようかな、サガ丸塩の方にしてみようかな、どれどれ、声はね小声やからね、敵がおるからなるほど、海苔
息子は刻んでパリパリっと、グロいけどできた息子飯、持て抜き。はい、そしておかんはこれこのままいただきます。うん、なんか自然な味だよね。これ味付けが変にされてなくて美味しいです。それではご飯できたよコールしたいと思います。できたよ。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。 Twitter、インスタもやってます。それではまた。